はい、皆様どうも、マフロです。それではチェーンクロニクルやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、深淵の渦ですね。はい、今回の、場所変わっておりますんでやっていきましょう。まずは迷宮山脈ですね。ここは回復がいないけど迷宮山脈、あらどうしよう、いないときはどうしたらいいのいないときはもうどうしようもないのかな。はい、それではヘイトさんに使わせていただいて、パーティーがはい、このパーティーになりますね。まあ正直2人ほどしか強化できてないんで、やれるところまでって感じですかね。まあきつくなりそうなところで次ましょう。まあ最初は余裕か。どこまでいけるかな。まあ50くらいまではいけるっしょ。はい、じゃあ今回順番に使わせてもらいましょうかね。回復がいないからなそうだ、回復いないから50も1にできるんだ。殺すも使い手次第だ。究極魔法終焉のクイーン。黒崎さん使わせていただきます。さあボス耐えきれるか。生かすも殺すも使い手次第だ。さあみんな僕と一緒に。生かすも殺すも使い手次第だ。ああやられちまった。ジェットセンバー、ジェットセンバー、ジェットセンバー、ジェットセンバー。生かすも殺すも使い手次第だ。まあ勝てたからいいか。でもまあ次ぐらいからきつくなりそうですね。よし、そうそう次。鉄炎の大陸はどうだったっけな。行けたかな。あら、ここもいないです。仕方がありません。メグライアンスが少しあって、あ、ここもそうですね。っていうかレベルがやばいよく見るとよ、43とかじゃないか1つ目ぐらいは勝てるか。これレベル上げなきゃいけねえな。レベル見てなかったけど1つぐらいはいけるな大陸はね、確か1人くらいしかいなくてとてもできる状態ではありませんでしたので、その次これはコトっていいのかな、呼び方ね。はい、じゃあ上の方から使わせていただいて、ここは絞ってますね。メインで鍛えてる人はあんまいないけど、だって重なるんだろうか、こうか。平和が一番だろうがよ。互いを照らす星になる。形的にはワンマン強化型になってる。相変わらず回復がいない。歌が多分教科になるだろうなと、教科の内容まで知らないわけですがはい、40ですね。はい、井口さん使わせてもらいましょう。やらなきゃいけない。歌え、浮かな代か。危ない危ない。回復がいないからきつい。平和が一番だろうがよ。いやみんな必死。どうしよう。ああ、やられちゃった。多分サブの人は全く鍛えてない人が入ってると思う。ああ、ダメだ厳しい。闇を照らす黄金の歌を。全部出てきたら年代記憶だって。頑張れ頑張れ。歌歌ってるからなこれダメっぽい。ああ、突破される。歌歌ってる間に突破される。あちゃうん、回復いないと厳しかったね。50ぐらいまではいけそうな気がしたんだけどな。しゃあない。次行ってみよう。はい、福斗、ここは大丈夫だと思います。回復いたはず。はい、じゃあ上の方に少し行きます。あ、いるね。地形強化型というんでしょうか。このパーティーは安心して見れそうです。任せて、畜生め。これが経験ってやつだ。60まではとりあえず行きたいな。経験ってやつだ。任せて、畜生め。けないで、立ち上がって。おととい来やがれ。散りなさい。さあ50号。正面。負けないで、立ち上がって。赤が多めに欲しいんだけどな。この辺からきつくなってくるでしょうね。はい、ロックスに使います。正面。散りなさい。散りなさい。この重さが経験ってやつだ。任せて、畜生め。散りなさい。まだ大丈夫。早送りしない方がいいか。任正面。散りなさい。散りなさい。画面の反応悪い。散りなさい。フレの人じゃなかった。さあ70いきましょう。じゃあ最初の方に戻ってやべえあとが一つもねえ。あー、あー、緑で回復すればよかった。そういえば忘れてた。きついな。散りなさい。思ったより早くやられてた。散りなさい。ちょっと一回これはやられるかな。今のは失敗したと思ってたから。ああ、もう使えないのか。すいません、今回はここまでにしておきます。それではガチャを回し終わっておきましょう。はい、無料10連回せるようにしておきました。ここまで1回も当たっておりません。星5、もうちょっと悲しすぎますね。20回やってるはずなんだけどね。最近本当当たりません。それでは行ってみましょう。今回当たってください。またなんか音が。お、これは違う。5じゃない。これも5じゃない。潜み隠れて敵を見る、千賀の目として。ニューだけど5じゃない。違う。いや、ほんと当たらないね。当たらなすぎじゃねえ。これで30回ぐらいやってるけど1回も当たってないという5が悲しすぎるでしょもうどうしよう、これもうやらないでおこうかなはい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。では、さようなら。